はい、ということで森口さんからねコメントいただきましてありがとうございました。ありがとうございます。さてこのスタンドアップジャパンではですね、みんなから振り込みやオークションなどで寄せられた募金なんですけれども、さっきね、この3年間で、1億5000万円を超えましたということで、はい、本当に、ね、すごいですね。ありがたいですね。本当その通りでございます。まあそのお金なんですけどもね、やっぱり預かった以上、これも皆さんから預かった善意ですから、はい、これを我々は、どういうふうにそうですね、ちゃんと経路を知りたいですね、届けていくのか、またそして届いた先でどういうふうにきちんとその全員、皆さんからの全員が使われているのか、はい、ということをやっぱ我々は逆に言うと皆さんに報告する義務があるなと、ね、というふうに思っているので、はい、まあ、そんな中でですね、集まったお金を受け入れてくださる、はい、この中央共同募金会、こちらのですね企画広報部長高橋さん、お呼びしたいと思います。はい、高橋さんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。待っていただいた、ありがとうございます。どうぞどうぞ。どうもでございます。ありがとうございます。お疲れ様でございます。こちらが中央共同募金会の企画広報部長高橋よ、亮太さんでよろしいですか。はい、結構です。高橋さんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ということでまずはですね、はい、今現在、このスタンドアップジャパンにですね、お寄せいただいた募金の総額の方を教えていただいてもよろしいですか。はいはい、このスタンドアップジャパンから寄せられました募金につきまして、ここにフリップ用意してありますけれども、1億5087万8821円という金額になっております。ありがとうございます。ありがとうございま す。すごい、本当にすごいっすよ。すごいですね。はい、まあ、これがね、皆様からいただいた本当全額、まあ、こちらに内訳ございますけれども、はい、募金の方が、ありながら5900万ちょっとですね。また、ライブ会場でも募金にご協力いただきまして2000万円を超える募金を頂戴しています。さらにまたチャリティーオークションで売上金をご寄付をいただいております。ありがとうございます。こちらがこれ結構大きいですよ。7000万近く、ね、はい、本当にたくさんの、もう本当にジャンルを問わずいろんな方からいただいた参加者、賛同者の方のですね、商品をいろんな方で、まあ、これがね本当に、まあ、なんか善意がこう、うん、形を変えてまたポジティブな気持ちをこう受け渡していくような活動だったので、はい、これは気軽に賛同していただけるアーティストの方とか、ね、これあれですよね、お金で物を手に入れることも嬉しいことだし、うん、そういう喜びが広がってこれ募金につながるというのはとてもいいですよね。でしたよね。で他にも、まあ、この我々が着ているこのオフィシャル T シャツ、こちらの売り上げの方も、はい、もう2700万以上すごいすごいお買い上げいただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。たまに街で見かけると、はい、嬉しくなりますもんね。そうそう、よく着て歩いてますよ。まあ、本当、はい、嬉しいですね。まあ、でも本当にこれを着るだけでというか、なんかね、参加してもらってる気持ちにもなってもらえるし、うん、でプラスなんかこう何ですかね、僕なんかはそうですけども、その3月11日をこれで迎えるみたいなのがなんとなく自分の中ではあったりとかするので、そうですね、うん、そんな風にね、なんかそういう目印にこの新しい印使ってもらえてもいいかなというふうに思ってます。うん、そんなみんなから寄せられたお金、どうやって被災地まで届くのか、はい、こちらの高橋さんから教えていただきたいと思います。はいはい、このスタンドアップジャパンからいただきました、はい、お金、3年間で1億5000万円を超える額ですけれども、1年目あるいは2年目は義援金の形で被災地に送らさせていただきました。はい、まあ、これは中央共同募金会を通しまして、各県そして、各被災した市町村にお送りをし、そこから見舞い金として、被災者の方々お一人お一人にお渡しをするという形をとっております。これは ここからこのスタンドバジャンからここからはね、はい、各県の方にこう渡しちょっとずつ小さ枝分かれされていくということですね。そう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 、はい、まあ、本当にね、実際こうやって、まあ、僕も毎年こうやってご説明していただいてですね、はい、ちゃんと頭では理解できてても、じゃあこれが本当にどういうふうにね、はい、やっぱりこう使われていくのかと、それまでの中でやっぱりこう、どうやって使われていったのか、まあ、そこが我々もやっぱり気になるところなんですよね。振り分けられて、ただそれが直接
まあ、皆さんのところに渡っているのか、うん、どんな形で渡っているのか、それは気になるところですから、はい、こちらどういう形になっているんでしょうか。はい、皆さんから寄せられた善意につきましては、被災地東日本大震災で被災された土地で、活動するボランティアあるいは NPO の方々の活動の資金としてお使いをさせていただいております、はい、これがボラサポっていうことですね。そうですね、ボランティア NPO サポート募金というものをボラサポというふうに言っております。はい、要はあっちに行きたい、ボランティアしたいと思って行っても、はいはい、その現地でお金をその泊まる宿泊費とか、うん、はい、そういうのをあちらから、ね、負担してもらうとなんか本末転倒だみたいなことあるから、この行きたい人をサポートすると。あとは、まあ、そうですね、あとだからやっぱその現地でどんなものに関わってくると、うんうん、その経費がかかるのかっていうのがいろいろまちまちなんですよ。そうですね、そういうもの、例えば備品だったりとかいろんなものがあります、はいはい、そういうものを我々の募金でサポートしていくということで、うん、総合的にその現地の皆さんが幸せになっていただけるように何か手助けができるようにという形のことをね、我々続けているわけでございます。まあ、まだまだ募金という形での、復興支援、まあ我々やっぱりこう、はい、こうやって3年ですけども続けてくると、まあ、悲しいかな、やっぱ皆さんやっぱり日頃のお忙しい仕事とかいろんなご都合もあると思うんですけども、そんな中でなかなか賛同していただけたり、こうやってね、やるんです、今年もやるんです、どうですかって言った時になかなかすっと素を手を挙げていただける方が少なくなってきているのも現状です。でもそんな中でやっぱり我々必要だと思って続けてるんですけども、実際どうでしょうか。そうですね、もうすでに3年が経過した中でやはり、まあ、もう大体生活が安定はしてきてはいます。ただまた後ほど VTR にも出てきますけれども、その被災地では仮設住宅にお住まいの方もまだまだ大勢いらっしゃる、さらには日本各地に広域に避難をしている方も大勢いらっしゃるという状況があります。まあ、そういう中でですね、もう3年経過をして、だんだん風化をしていくような状況があります。ですのでそこのところもう少し心を寄り添って、被災地に寄り添ってですね、ぜひその方々に、まあ、思いを寄せていただければというふうに思っております。はい、まあ、本当にね、まあ、こういう形、まあ、もちろんね、まあ、皆さんがいただいたものっていうか善意ですし、これを我々パスしていく、いやバトンしていくという形になると思うんですけれども、はい、やっぱこうなんていうんですかね、3年って思った以上にやっぱり皆さんの中でこう特に被災地ではない、離れれば離れるほど、うん、その時間のやっぱりその時の流れの感覚っていうのも随分違ってて、もう3年経ったよねっていう感覚のことが思いのほか多いなと、はい、いうことも感じます。だからこそやっぱり現地に行った時に感じる、あ、まだまだ全然たった3年なんだっていう感覚、これをやっぱり皆様とこうやった形で共有することで気持ちを新たに、まだまだね必要ですよね。まだまだ現地の方はですね、被災されて、仮設に住んでらっしゃる方もいますし、これから復興がさらに続いていくということでありますので、ぜひご協力をお願いしたいというふうに思っています。はい、よろしくお願いしたいというふうに思ってます。お願いします。ということでこんなふうにですね、皆さんが寄せてくれた募金はですね、必ず被災地の皆さんの助けになってます、やってられてます、ぜひ協力いただきたいと思います。募金の受付口座はじゃあグローバーの方からお願いしていいですか。はい、スタンドアップジャパンでは三井住友銀行、りそな銀行、みずほ銀行という3つの銀行に口座を開設しています。詳しい情報はスタンドアップジャパンのホームページをチェックしてください。よろしくお願いします。はい、ということでですね、まだまだね、本当はボラサポのいろいろ、ね、ご説明もいただきたいとか、まあ、いろいろお聞きしたいこともたくさんあったりとか、はい、実はねこの間、まあ、この後流れるんですけども、はい、篠巻の方にも一緒に、はいはい、行きました。はい、あ、高橋さんと西川さんで行かれたんですね。そう、そうですね、子供たちと、あとはですね、おばあちゃんたちとも西川さん付き合っていただきまして、本当に楽しい時間を過ごしていただきました。そうでしたね、もうやっぱああいうところを見てもらって、うんうん、なんていうんですかね、もちろん辛いことや苦しいことたくさんあると思うんですけども、そんな中でやっぱ今生きてて、やっぱ明日に向かってっていう人たちがたくさんいるから、だからそういう人たちの笑顔をみんなで一緒に作っていくっていうことに協力できないかな、こんな素晴らしいことないなっていうふうに思ってもらえると嬉しいですよね。本当そうだと思います。
本当に子どもたちもまたおばあちゃんたちもおじいちゃんたちも一生懸命生きてますので、これからもご協力をお願いしたいというふうに思っております。はい、ということで、今日わざわざ来ていただいたのはですね、中央共同募金会、企画広報部長高橋亮太さんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。